はい、えー、皆さん、こんばんは。YouTube で今チャンネル、音声放送でございます。えー、おかげさまで310人の皆様に、えー、今、登録していただいております。本当にありがとうございます。さてですね、えー、今日は7回目なんですけど、初めて野球の話をちょっとしようかなって思いまして、今、えー、なぜかパ・リーグの順位表がこの、えー、ここに書いてあるんですけども、私はですね、えー、実は、 22年の、えー、ロッテマンであり、そしてパ・リーグが大好きということで、えーまあ、6年生もね、えー、今日で終わって、あさってっていうか、まあね、これ、撮ってるのは月曜日の夜中なんですけども、あ明日から、えー、3年生3年生になるということで、えー、そのですね、まあ、総括と、まあ、今後の展開というものをですね、まあ お話し,していいいけたらなという,ふうに思います。でですね、現在のこのパ・リーグの順位表でございますが、1位ホークス、2位マリンズ、3位イーグルス、4位ファイターズ、5位ライオンズ、6位バファローズこういうふうになっておりまして、でまあ4位までが今3.5ゲーム差の混戦ですね。ただ、まあ、オリックスも、ね、西武に3達したということで、ちょっと借金が。 減っまああのこの6連戦6連戦っていうのはねまあ言うまでもなく煽りを食らったのは紛れもなくオリックスでもありますしうまくそれをついたマリーンズはまあ絶好意の2位にいるというわけでございましてまあですねここまでのいわゆる反省点とまあ今後。 出てきてほしい選手などを、まあ、今日はお話ししていこうかなというふうに思い,思います。というわけでございまして、まあえー、54試合ですか、今、ね、シーズンが、ま、終わりまして、まあ、それぞれの、ね、チーム、皆さんどうでしょうかね、まあ、やっぱりホークスが、ね、なんだかんだ言って、今のところトップにいますし、ロッテが なんか今シーズンはいけんじゃねえかっていうふうに思ってる人もいるかもしれませんけどもまあちょっとそれぞれのチームのですね私,私なりのこれは、えー、評価なんですけどもまあいっていけたらなというのとあと、まあ、今後まだね、えー、出てきてない選手もいますんでそのいう選手もねちょっと紹介できたらなっていうふうに思いますでまずはまあ首位のホークスなんですけども まあ、あのー、今シーズンは、ね、とにかくコロナの影響で、まあ、キューバの選手、ね、それこそグラシアリア、デスパイネ、まあ、あとね、今宮もいませんけどもそれでもここにいるっていうのはやっぱり選手層の厚さだと思うんですよね。で、今シーズンはね、それこそマリーンズと開幕戦でやって。 見てましたけどやっぱり栗原選手ね、栗原選手がもう今や4番で、しかもホークスの名だたる選手たちを抑えて、打点王ですから、もともとキャッチャー登録ですかね、あの栗原選手っていうのは。そこで活躍しているっていうのは、えー、やっぱりすごい選手だなというふうに思いますし、まあ投手陣で言えばね、やっぱり石川が6勝。 で、和田選手も見事な復活というか活躍してますけどもただねちょっとやっぱりき、ね、ウィークポイント的なものもあったりするんですよねま千、あ、賀投手が、ね、今シーズンはあまり調子が良くないっていうのもありますしあとねまあ、これはやっぱりホークスの今後ネックになるんじゃないかなと思うのは。 リーフピッチャーなんですよ、ね、若手のね、どうもピッチャーが、ちょっと波がね、激しいような気がするんですよね。まあ、泉投手にしても、坂東投手にしても、まあ、それこそ、ね、奥村投手とかもい今、一軍にいますけど、ちょっと逃げてるというイメージを、ちょっとやっぱりこの、マリンズ戦では感じたような気がしますね。やっぱり まあ、マリンズへの苦手意識っていうのもあったのかななんていうふうには思うんですけどもやっぱりね若手なんでねどんどん攻めていく投球をしてほしいなっていうふうには感じたりはしますよねで注目選手なんですけども私はですねやっぱりもうずっと言ってるんですけどこれはリチャード選手まあねおそらく松田の後継者を私はリチャードだと思ってますし あれだけのね、ホームランを打てるバッターっていうのは、そんなにいないんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。で、佐藤直樹選手、やっぱりドライチですからね、結構ね、ウエスタンでは打ってるというね、あれもありますし、ね、えー、そろそろ上がってくんじゃないかっていう期待もありますし、あとね、まあ、や柳町選手。 まあ開幕1軍にいたんですけど、今はね2軍で、まあ、調整中ですけども、まあ、開幕1軍にいたということは、やっぱりそれだけの実力のある選手であり、ね、やはり慶応大学でねそれこそバリバリに打ってた選手ですから、ね、期待度も高いと思うので、また戻ってくるときにはまた、えー、怖い存在になるのかなというふうに思ったりはしますよね。で次は2位の ロッテの場合はですねちょっと得失点はですね実はマイナスなんですよねそこででも2位にいるというのはやっぱり私は総合力の高さがあるんじゃないかなというふうに思,思いますでそれこそ若手先発野手にしてもそうですし、まあ、先発で言えば、まあ、今はいませんが種市だとか岩下だとか、えー、小島まあ そうですね、あと、中村もいますしで野手でいうと和田だとか、まあ、4番に今入っている安田選手だとか菅野選手だとかそのあたりのやっぱり活躍というのはですね私はいい方向に今向かっていて井口監督がそれこそ若手を推しているというそういうのもですね私はすごいプラスになっているんじゃないかなというふうに思いますね。 ただですね、やっぱりちょっと気になるのは、左投手のリリーフが、ちょっと役不足が多いかなっていうのがあるんですよね。まあ、った投手が、ね、投げてた時期もあったんですけど、ちょっと左が弱い。まあ、おそらくね、チェンが戻ってくれば、おそらくチェン投手がまたね、左のリリーフとかロングをやるんじゃないかなっていうふうには。 思うんですけど左投手こんなにね弱かったかなっていうふうに思いますねうーんまあやっぱり左というのはちょっと今後のマリーンズの課題になってくるのかなというふうに思いますで期待はですねやっぱりこれ右投手なんですけど古谷投手っていうのがいるんですねで今イースタンのローテーションにも入ってるんですけどもこの投手は僕は 1軍上がってくるんじゃないかなというふうに、今シーズンもしかしたらデビューもあるんじゃないかなというぐらいに期待している選手です。で、まあやっぱり外野でいうと高部選手だとか、まあ、藤原はどうですかね、今シーズンはちょっと難しいかもしれませんが、やっぱり、ね、上がってきたら期待度が高いので、その辺はちょっと期待しておきたいですね。で、次がイーグルスでございますが、まあもうこれはね、やっぱり石組の強さですよ。 うーんロメロにしてもそうだし涌、まあ、井はねもう発症してますからねで鈴木大地がいてで酒井、まあ、もリリーフで結果をちゃんと残しているっていうその強みもありますしあとねやっぱり小深田ですよ最初ドラフトでね聞いた時はおい誰だよそれって思ってるかもしれませんでしたけど今やねもうそれこそ楽天の リリーフを、リリーフじゃないんですけども、もう守備を固めてるぐらいいい選手ですし、足も速いですし、それこそね、いい1番バッターになってきそうな、そんなね、もう予感はしてますし、こ,こういうところはね、やっぱり、石井 GM のうまさっていうのはあるのかなと思うんですけども、逆にその、若手のね、先発がちょっと。 足踏みっていうのがちょっとネックなのかなっていうふうに思いますよね。石橋にしてもそうですし、安楽も投手はね、まあリリーフですけども、藤平投手とかもね、1軍上がったと思ったら危険球退場で即ごく2軍っていう <laughs>、この辺がね、やっぱりちょっと今だイーグルスの若手の先発陣っていうのがちょっと伸びてきていないっていうのが、うん、現状なのかなっていうふうに思いますねまあ、松井投手はね。 前回6イニング投げましたけども、まだまだちょっと結果は先なのかなっていうふうに思いますね。で、期待はですね、やっぱり、そううこそこそジャイアンツから出籍した高田、ね、イースタンで11勝上げたピッチャーなんですけども、この高田のね、えー、ピッチングっていうのはやっぱり見てみたいですね。あとはキャッチャーの堀内とか、まあ、あとはね、 今年のドラニーの黒川黒川がね1軍に上がってこれるかどうかって今楽天のね内野陣って本当にまあほぼ固定的な感じになってますから上がれる隙があるかどうかまあでもね打撃はいいんでねちょっと見てみたいっていうのはありますねで、えー、次は、えー、ファイターズですがまあもうやっぱり中田選手ですよ四番が来て チすすすればチームもやっぱり安定するんですよね今シーズンもう20本打ってますしもしかしたら2冠というのはねもうあり得るんじゃないかなというふうに思いますしあとは渡辺陵選手ねそれこそ6年目ですけどやっぱりね徐々に使っていって結果を残していってるっていうのはね、うん、素晴らしいですし。 あとはね、それこそ本当、清宮選手がね、もっとドカンとい,いけばね、それううこそ私はもう中田の後継者は紛れもなく清宮小太郎だと思ってます。ね、4番を引き継ぐ存在になってほしいですよね。まあ、で、あとはやっぱり、この順位にいるっていうのはやっぱりちょっと先発が弱いのと、 打線も、まあ、それこそね、爆発した時はね、あるにせよ、やっぱり、ワンボーロンとか、その辺が、やっぱ、打ってないなという印象もね、与えてしまっているので、ちょっと、ここら辺がね、まあ、今後巻き返していく時にどうなっていくのか、なっていう。でもね、まあ、3.5ゲーム差ですからね、まあ、まだまだ。 チャンスはあるん期待なんですけど吉田恒成がねイースタンって結構結果を残しつつあるのでもしかしたら上がってくるかもしれませんしあとやっぱ万波ですよあの打力はね見たいですよまあね去年終盤1軍で上がってねやってましたけどで結果出なかったですけどもやっぱりねあの天、ー、聖の ね、打撃っていうのはやっぱ期待度は高いんじゃないかなと思いますあとですねこれ育成なんですけどハ原という、えー、選手がいるんですけどもまあ私は十分もうね支配下しちゃってもいいんじゃないかなっていうもうそれぐらいいい打撃の選手なんでね今後、えー、期待ですそして西武ですね、うん、まああの打線はね健在なんですけども で、分かってもですねどん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 出てきてはいるんですがやっぱここも先発なんですよね。本来ならもう今井とか松本とか、えー、高橋ナーとかその辺が一本立ちしてね結果を出してなきゃいけないんですけどなかなかねそれが結果に出てないそこがね残念なんですよね。 で、打線もちょっとまあやっぱり一番、まあ秋山選手がね、それこそ今年メジャー行っちゃいましたけども、その辺でやっぱり、うんなかなか固まらないっていうのはあったりするんですよね。まあ、それこそね、まあ、今年期待してる数勝平とかも出てきてますし、ね、高木がね、そう。 出てきて、すぐに怪我っていうのがね、本当に残念ですよね。ねイーストさんで結構ホームランも打ってたし、期待度高かったんですけど、まあ、その分ね、西川がね、初ヒット打ったりはしてますけども、私はね、高木はもう一回見てみたい選手ですね。うん。それは期待してますし、あと、私はただ単に大好きな山田遥選手がまた戻ってきてくれることを。 期待しています。そういうことライオンズでああいうキャラクターの選手はいないんでね、私は本当に、えー、山田遥選手は大好きな選手なんで期待しています。そして、えー、オリックスですね、まあ、ね、西村監督が、ね、ああいう形にはなりましたけども、ねえー、中島さんで一気になぜか3連勝という <laughs>、なんか多いブーストしたのかっていうふうに思ったりするんですけども、まあ。 打撃はね、それこそ吉田選手はもう3割以上打ってますし、アダム・ジョーンズも復活っていうか、ね、量産体制に入ってますし、若手はね、いい選手たくさんいますし、もう先発はで、ね、もう安定感抜群ですよね。山本由伸、山岡、田島、まあ長もいますし、アルバース、ねえー、それこそ鈴木優とか、まあね、使える。 ピッチャーはいっぱいいるわけですからまあねうまく噛み合えばねまたねじどん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 チームは勝っていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもねただねちょっとしたミスが多いんですよねオリックスはなんか勝敗どころでミスが多いこれはねもういろんな解説者の方とかも言ってるんですけどオリックスはこれがあるからねやっぱりこの順位なんだなっていうふうに えー、思ったりするんですよねでまあ、期待はやっぱり大田なんですけども私はですねドラフト2位の呉林これ見てみたいですね呉林はね打撃もねめちゃくちゃいいんですよねだからあまり今までにない大型ショートのような私は決ましますしぜひ大田呉林でちょっと見てみたいなっていうのも あありますねあと言と投でう宮城ですね宮城はもう私は近いうちに見て上げてもいいんじゃないかなっていうぐらいの選手だと思っているので、えー、期待は高いと思います。というわけでございましてまあねやっぱり野球の話にするとやっぱりたくさん喋っちゃうのでいつもより本当に倍近い、えー、時間をちょっとおしゃべりしてしまいましたけども。 まあですね、えー、あと60試合ぐらいですかパ・リーグはねもうそんなもんですよねなんで、まあ、まだまだ何が起こるか分かりませんので、えー、皆さんもちょっとパ・リーグを、えー、楽しんでいただけたらなというふうに思います、えー、というわけでございまして今日は長々と野球話をお届けしました、えー、また次回に、えー、聞いていただけると嬉しいなというふうに思います よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。